永久の怪異シデノドリの現世における仮の姿荒月月日の観察を始めて以来およそ半年が過ぎようとしている。私のぬいぐるみがアイスクリームを食べてる。異次元から魔物を退治するためにこの世界にやってきた正義の魔法少女だ。退治しに来た魔物っていうのはどんなやつなの？世の中が甘くないことがとても嬉しい。私はこの町に君臨する神です。荒月月日が良かれと思って行動したことのすべてがやることなすこときれいに裏目に出てやがる。それが新たな火種となる燃え盛る不死鳥。大丈夫、次は死んでも失敗しない。